私から変な音がしてる。何の音？ミキヤさん、神ありがとうございます。席替えが今日の22時59分締め切りになりますので、鍵閉めを狙ってた方は、なんかミシミシ言ってるくない？聞こえる？なんかミシってるんだけどなんだろう、ほら、聞こえてないか、なんかミシってる、なんだろう。こんばんは。今日の前髪いいですか？なんかの伸びた、またなんかミシってる、ミシミシダンス、なんかミシってるくない？なんで普通の服なのにさ、何がミシってるんだろう、なんでだ、普通のニットなのにな。翼はなんちゃらさん、かわいい、ありがとうございます。くどやさん、神ありがとうございます。背中何もついてない、普通のニット、ほらこれニット、普通の、なんか見知ってるんですよ、ソファーじゃない、自分の体見知ってます。まあいいや、見知り出した、配信始まったら。服でミシミシ言ってる、何事じゃ。今気づいた、え、そう、さっきまでベッドいたから。ミシミシミシシッピ、こんばんは。もうあんまり手を動かせなかったら多分ならないので。楽しそう、全然全然、なんだろうね結構分厚いね、ニットなんですよ、部がごついというか、タグアクリル 100%、アクリルってなんだ、アクリル板かな。席替えは22時59まであと59分もない、急げー。そう、でもソファーじゃないんですよこれ、肩だけ、肩だけで見知ってます。こんばんは。アクリル 100% です。マジ私下敷きと同じ生地の服着てる。こんばんは。 L サイズ、ホック、東京都墨田区。静電気起こせそう、めっちゃミシミシ言うもん、びっくり。こんばんは、こんばんは。ミシミシ、すごいよね、服着てさ、肩を動かすだけでミシミシ言うとか珍しくない？当たりチェキありますよ、ウインクとか
ウインクとかチェキみんなもうゲットしてくれましたか？今日のあともう1時間もないですよ、締め切りまで。楽しくないですよ、肩のほぐし運動ですね。そうですよ、ウインクとかもありますし。あ、チェキ3枚やった。チェキもう締め切りだよ、あっとか言ってる場合じゃないよ。もうあと50分もないよ、時計直したんですよ昨日。あと50分ぐらいしかないですよ。そう、肩の運動。猫何しようかな。猫描くことができますよ。なんかその場でパッと猫描いてくださいとか言ってくれたら猫描けますよ。だから明日はね、久しぶりに早起きなんです私、7時ぐらいに。久しぶりの早起き仕事。服部さんハートありがとうございます。あ、チェキ注文したよ、ありがとうございます。チェキは絵より言葉が嬉しいかも、絶対そう。絵はあのあれだよ、生写真サイン会の方がいいよ、書くスペースたくさんあるし。チェキ小さいからね、生写真サイン会とかなら絵が。そう、7時起き珍しい。でもあさっても7時起きぐらい、しあさってか、しあさってもうめっちゃ早い、夜遅い。裏も書いてほしい。裏黒だよ、でもチェキって。あ、黒の上に書くってこと。タイムラインの本人コメ、え、そうそう、固定してるから。でもチェキ会の締め切り終わったら外すね、固定してるの。え、寒い？今寒くないよ、寒くて震えてるんじゃないよこれ、ミシミシ言ってるからさ、体を動かしてるだけで。そう、絵はあのサイン、生サインの方で。東京めっちゃ寒い、雪でしょ。でも広島も雪だよ。でも今日はご飯しか取れてないです、鍋さんとご飯に行っただけです。ご飯行って帰ってきた、1時間ぐらいしか取れてない。こんばんは、明日の朝は病んでるかな。何食べたの、何食べたでしょうか。こんばんは。え、それな、明日朝ね、まあまあまあなんとかなるっしょ。鍋食べてないです。東京まだ六本木にいるの、めっちゃいいじゃん。ソファー大きいよ、3人掛け。マイナス16度。韓国料理違います、サムギョプサル違います、牛丼違います。あれ持って帰る忘れたんだけど、せっかく買ったのに、ブプーってやつ実家に置いてるわ、買った意味を。ピンポーン、正解出ました、お寿司です。雑巾って何？違うよ、あれだよ、ピンポンのやつ。飲んでません、今日は朝早起きなので。こんばんは、お寿司です。
ミックラボンです。私はカレーが食べたくてカレー誘ったんですよ、ココイチ行こうって。 そしたら雪があまりにも積もってたので行けないってなって、あのバスで歩けないってなってくら寿司になりました。カレーを誘ったんですけど、お寿司食べました。はい。大雪でもね、12月に比べたら全然、あの12月23日の大雪を経験しているから、それに比べたらもうあれを一回経験してるから全然なんか普通っていうか、全然別にもう何も思わない。慣れってこんなもんなんだなって、慣れるってこれだなって。12月23日は足がなんかちょっと埋もるぐらい溜まってたので、雪がね。でも今日はそんなにじゃなかった。あ、ビッグラポンはね、今アーニャでしたね。あーにゃ、雪だるま作ってないです。当たってないです。私は当たってないです。こんばんは。そう、12月の雪はひどすぎて、なんかもうこの雪はなんかちょっとぐらいにしか感じなくなってしまった。あーにゃ、あーにゃ、なんかドラマ始まってる。今日火曜日か。寒すぎる？確かに私の部屋16度しかないですわ。私の部屋16度しかない。23度でエアコンつけて。マジ寒い。吉高さんのドラマ見てるよ。でも火曜日は確か夫を摩擦するドラマが火曜だった気がする。こんばんは、こんばんは。チェキ何枚か買いました。何枚か、お、ね、そう、外が寒かったらね、冷房効きづらいわ。そう、冷房の効き今日は全然良くない。ギシギシ気になるよね。でも知らないよ、そんなに私に言われても。手袋可愛いでしょ、新しい。でもね、今日落としちゃったんだよね、バスで。ミトン、え、手袋ですよ。ミトン手袋だし、なんとじゃん、手が出るやつです。席の衣装、席の衣装は何だったっけ。あ、2、3着でも用意します。私服とコスプレ、ジュリボーさん、かわいい、ありがとうございます。席何でも書きますよ。水着だっけって。そうです、水着の上に私服着ます。靴下かと思った、違うよ、手袋だよ。
作り終わったら買います。じゃあ水の上に石吹きようかなとか言って、そう、これミトン手袋なので鍋つかみと一緒です。あ、手袋ですよ、中はふわふわ。席申し込み完了です、ありがとうございます。私服の上に水着、確かにそっちか、確かにそれなら露出してないしさ。全身タイツの上にすく水だったら、あの露出的にはさ NG ではないが、リンゴ、リンゴって書いてリンゴは書けますよね。社会的に NG、水着の意味がない、確かに。で何着ようかな、まあ2月8日だからな、何のチェキにしようかな。水着って書いてる T シャツいいね、水着着ましたって言えるよ。こんばんは、パジャマ、キツネさんタコありがとうございます。まあなんか可愛いコスプレと可愛い服です。こんばんは、こんばんは。2月8日絶対休むって言いました、マジ。ショールームなのに、こんばんは。あまり着ていない私服はないよ。2月、ヤンマガのグラビアはまだですね、まだですね。髪伸びてきた、そうなんですよ、髪伸びてきたんですよ。ちょっと切りたいなと思ったり思わなかったり。周年コンサートの日は休めない、ありゃ。だから平日だっけ周年コンサートって、8、9だったよね。土日だっけ、カレンダーを開きます。4月の、あ、でも土日か、土日だ、さすがに平日ではなかったか。3回あるんです、あるんですよ、珍しくない、レアじゃない。周年コンサートってさ今まで1回だったから、すごい喉がなんかあれなんですよね、ちょっと喉があれですけど、こんばんは、こんばんは。ね、3回あるんですよ。チェキ、チェキもうあと30分ぐらいです。レッスン大変そう、確かに、さすがにちょっと変わるのかな、3回あったらね。2日連続ってさ、土曜日さ、いつもさ、周年コンサート終わったーって盛り上がってさ帰って酔いに浸ってさ、お疲れってさ寝るけどさ、次の日もあるってことじゃん。だからわーいってみんなでさ祝って盛り上がって帰ってきて、やばい明日の分明日の分ってなってさ、明日もあるってなって
1日目はさ、そういうテンションで寝なきゃ。はい、明日何時起きだ、やばい、明日の分ってなるよね。今まではさ、終わったみたいな、イエーイみたいな感じでさ、その日終えてたじゃん。帰ってきて配信してさ、寝るぞーとか言ってね、開放感もなんかハッピー感も次の日あるからさ、帰ってきて、はい次の日、あやばい、明日の分復習せんといかんってなるよね。こんばんは、こんばんは。そもそも全部出れるのかってわかんないけどね。確かに3つあるうちの、え、でも全員出れそうだけどね、どれかには全員で。そうね、乃木坂さんのバスラのパターン、そうね。こんばんは。一期二期合同、三期は、三期出ないんかな、まだね、全員のあると思うよ、さすがに。だって全員の6周年だもん。わかんない。え、でもそれでも楽しいと思うね、一期二期全員とかでも、同じの全員で3回みたいなんじゃなくて、なんでも楽しそう。一つは3期のお披露目かもよ。すずちゃんハートありがとうございます。1日目3期生のお披露目、4月にはね決まってそうだよね。え、でも2期単独とかない気するけどな、あるんかな。だって2期のさ4周年とかやってるから、それは1日目で3期生のお披露目あって、まあ1期も2期もって、2日目の最初は1期2期両方いるけどバラバラでやって、夜公演で全員でやるみたいな。昼はそれか課外活動とかでバラバラでやるとか、またユニット、あの課外活動のユニットのやつ楽しかったなって思う。4周年の時の課外活動に分かれてやりたい曲を上げてユニットでさやったじゃないですか、着たい衣装とかも決めて、あれ楽しかった。リチャさんタコありがとうございます。だから2日目の昼はユニット祭り、そんな感じので、夜は全員集合みたいなとかがいいなって。ね、あれ楽しかったですね。突然癖が強いドリンク飲まないでって突っ込まれたか。そう、これ絶対ねこのまま飲む人いないだろうけど、私はねすぐ飲んじゃうんで、これぐらいの量このまま飲んでます。一瞬でなくなるからさ、このまま飲んでる。癖強いドリンク、目新しいユニット、美味しいですよ。え、これめっちゃねいいやつですよ。あ、ずれた。ずれた。みかん 100% です。普通のそのテンションで取り出したけど、なんそれ。え、これめっちゃいいやつ。ほら見て。ストレート果汁 100%。
すごく濃厚なみかんジュースです、愛媛の。イエス、美味しいですよ。ええやつですこれ。濃厚濃厚なストレートですよこれ。500ミリリットルもあるんだ。ガラス瓶、夢もガラス瓶に入れて。果汁 100%。 冷やしてる。冷たい。500ミリリットルもあるのに私これ一瞬で飲んでるんだ、怖。イオカンジュースストレート 100% です。愛媛のみかんジュースは基本 100% ですよ。愛媛の、違う、みかんの国なんで、そんな 10% とかじゃないですよ。 100% です。濃厚濃厚、もう濃いもん味が。飲み終わったら海に流しますかって、はい、私の夢をここにつぶやいて流します。汚染だ、環境汚染だ。まあいつか自分の元に帰ってくるからね、ちゃんと。ブドウのポンジュースあるの知ってる。リンゴもあるよ。ポイ捨て禁止ってネタですよ、ネタ。ガラス瓶に乗せてっていう歌があって、海に流すんですよその歌は。ガラス瓶をね、本気で言ってないですから大丈夫ですよ。ネタに乗っただけで。夢をガラス瓶の中にっていう。え、ガラス瓶だよ。通じるかな。どうやって通じる。あ、ここに書いてるわ。そんなことせんくても頭叩かなくても書いてるわ。ガラスボトル。東京湾まで流してください。そこまでいけるかな。ガラス瓶。そう、いつか自分の音に戻ってくるから。いかわちゃんと、こんばんは。あと30分、そうですよ、席替え。あ、あと30分。埼玉には海がないので流さなくていいです。ドラマやってる、広瀬すずさんの。そんな流れないやろ。流れるのかな。ツンツンツン。チェキ会あと20何分ぐらいしかありませんが、皆様私のチェキはもうゲットしていただけましたでしょうか。まだの方はこちらにリンクがありますので、下に。風船で飛ばす？瓶重すぎて風船落ちてこない？チキンはすでに申し込んでます。ありがとうございます。あと20分ぐらい。そうですよ。もうだって今日で終わりですから、すごい宣伝しますよ。こんばんは。ミキヤさんハート、ありがとうございます。チェキ上限3枚って優しい。確かにね、上限なかったらね。確かに
どれぐらい買っていいとか。手紙つけて風船飛ばしたことないですよ。そんなうまくいかないですよ。ニックネーム登録できました、イエイ。 T ライダーさん、かわいいギフトありがとうございます。10枚買う人いそう。確かにいそうだけど、10枚は結構やばいですよ。チェキは紙飛行機で飛ばしたこともないですよ。飛ばないですもん、そんな。そんなうまくいかないよ。逆にあるの、みんな。買うかも、嘘。チェキ10枚は結構ですよ。あ、そうか、買ってる人や。だからミシミシが気になる声、私が動くたんびに。うるさいな。気になるんだけど。まあいいや。2日前のベビーカステラ食べれるかな。絶対硬いよな。あ、硬いな。チーせんといけん。見て、チーカワなの。新しくない？もう硬かった。東京ケーキ。なんですぐそこにある？え、これだって2日前に買ったもん。めっちゃ硬いわ。あ、でもこれあれだ、カスカスになってる。チンしたら食べれるから。グーカバ、チーカワの袋に惚れて買っちゃったの、まんまと。そう、カステラをチンしたら食べれるんじゃない。カスカスダンスを踊りながら食べよう。カスカスダンス、ミシミシダンス。そう、チンしたら食べれるよ多分。そう、港マルシェで買ったんです。めちゃくちゃ買いすぎて食べれなかったんですよね。他にもポテトとかさ、ご飯とかさ、たくさん買いすぎて。チェキ申し込みました、ありがとうございます。そう、ミラトマルシェの爆買い。しかも結構食べたんですよ、この東京ケーキ。めっちゃ入ってる。何回か食べたんですよ。いっぱい入ってた。食いしん坊じゃないです。めっちゃ入ってた。500円のやつ買ったんですけど、一番安いの300円ありますけど、500円の買ったんですよ。めっちゃ入ってる、本当に。だってそう、現地でも何個か食べて、帰ってきてお皿に入れてチンしてちょっと食べたのにまだ余ってるから、かなり入ってたんじゃないかなって思いますね。東京ケーキ、あと20分です。皆様、24分です。あと次回本当に髪伸びたな。東京ケーキとは、そうですね、ベビーカステラのことです。愛媛ではね、東京ケーキって言うんですよ、ベビーカステラのこと。お客様の中でチェキを買い忘れている方はいらっしゃいませんか。でも300円のあった。300円のさ、ベビーカステラあるのってレアじゃない？だいたい500円と1000円の2種類しかないイメージなんだけど、300円という選択肢もあって、おおと思ったけど、500円のやつにしちゃった。こんばんは。
屋台があったら必ず買うものは東京ケーキ、リンゴ飴、東京ケーキ。ね、500と700と1000、500と1000じゃない基本祭りの屋台って。まあ500と1000が買いやすいけどね、ワンコインとワン札。300円はちょっとなんかめんどくさいから、ワンコインのやつ。そう、東京ケーキっていう屋台があるんですよ。まあ気になったら調べてみてください。本当にあります。あ、瀬戸焼き、そうだね、あるある。あ、2000円もある。確かに500円、1000円、2000円か、ね、だいたい出しやすいように設定されてるよね。1000円とかね。東京でつけると愛媛の人は買う。そうですね、東京だって、東京だ、東京だよっていう。ミキヤさん、ハートありがとうございます。東京みかんは買わないかも。みかんあるしいいやってなりそう、愛媛だったら。愛媛みかんが目の前にあるんだもん。東京みかんは買わないと思う。愛媛で東京みかん売るの強くない？東京タオル、あ、でもちょっと惹かれるかも。いいのかな、いいタオルなんかなと思うかも。東京タオルか、いいタオルなのかなって思うね。東京バナナはめっちゃ好き。イオカン、ちょっと苦味も感じますね、これ。濃い、甘いっていうよりはなんかちょっとした苦味、濃いすぎるからかな。予感は甘くはないですね。みかんの違い、予感は甘い、甘くない。甘いわけではない。予感がみかんじゃない、予感です。これ予感、果汁 100% ですよ。 100% じゃないやつじゃな、 100% じゃないやつ売ってるわけないじゃないですか。この みかんのさ、愛媛のさ、このみかんジュース、しまなみって書いてるやつでさ、予感のお酒とかありますよ。あります。道後に行ったら予感のお酒結構あるよ。イオカンハイボールみたいなのとか。みかん、違う、愛媛は 100% マジ 100% です。飲んでほしい普通に。ああ、そうね、専門店ある。そうそうそう、道後にもあるよ。これいろんな種類あるんですよ、私の冷蔵庫に。今たまたま手に取ったのが予感なだけで。濃厚でーす。瓶でーす。みかんジュースは割らないですよ。みかんジュース割ったらダメ。
みかんジュースはそのままです。そのままですよ。だから 100% のみかんジュース買って水で割ったらバカじゃん。せっかく 100% なのに良さがなくなっちゃう。ストレート、割っちゃったらもったいないでしょ。何のために 100% のみかんジュースを買ったの。あ、ストレートって書いてるわ。ストレートって書いてます。じゃかじゃーん、ストレート。あ、お酒で割るんだったらいいと思いますね。美味しいと思います。でも水で割ったらダメ。てかマニキュア外さなきゃ、忘れてた。ネイル可愛いね、思った。外さなきゃいけない、明日仕事だから。忘れちゃダメだから今外そう。てれれって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 爪を剥がします。こんばんは、こんばんは。あ、もう思い出作りもなんもないわ。もう消した。つつ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 つん、エイコさんのネイルがピスタチオみたいで美味しそう。緑っぽいやつやってたよね、エイコさん。よく見てたね。締め切りまであと15分。ほんまですね。あと15分です。こんばんは。鍋さん元気だったかな。でも1時間しか会ってないんだよね。マジで飯友です。ご飯食べて解散したから食事しかしてないです。そう、飯だけの関係です。飯友なんです。髪切りたくありませんかって。ちょっと切りたい、今ちょっと切りたい。なんか切ってやろうかって思い中です。こんばんは。エビとカニ以外何食べました。カニはないですね。カニはないんですけど、そうですね、
アサリの赤だしとカフェラテと大学芋寿司はって突っ込んでください。なかなか抜かんな。私アサリのお味噌汁とか好きなんですよ。アサリの赤だし、アサリ好きなんですよね。基本会計好きなんですよね。会計好きって、沖さんが一緒に買い物行ってみたいって言ってた。え、本当に行きたいんですよね。予定私いつでも空いてるんで、ぜひいつでも空いてるんで。こんばんは。え、でも結構食べたよ。エビと10皿ぐらい食べましたもん。エビとそんなにマジみたいに言わないの。奥さんのスケジュールさえ休みがあれば私の方はいつでも出ていくので、いつでも言っていただければ。基本空いてますので。エビと、待って、でもなっちゃんとカウンターで隣で食べたんですけど、なっちゃんのとこのタッチパネルと私のところの注文のタッチパネルで出てる商品の数とかが違うんですよ、なぜか。そう、私のところにあるのになっちゃんのところには出てこない商品がたくさんあって、なっちゃんめっちゃお寿司の数少なかった。タブレットの注文の私の方が多くて、私は品揃えめっちゃ良かったんですよ。でもなっちゃんのタブレットは品揃え悪くて、そう、そんなことがあるんだって初めて知った。なんでだったんだろう。なっちゃんが食べたいって言ってた炙りチーズサーモンとかもなかったし、なっちゃんの方にはいちご、そう、なんか飲み物もなっちゃんの方が何種類か少なくて、しかもお寿司って届くときにご注文の品が届きますみたいなアナウンスが入るんですけど、なっちゃんだけ入らんくって、そう、なんか面白かった。無言で来るんですよ取れよみたいな。アナウンスもなんかならなくって、そうそうそう、カウンターです、急に届くんです、フィッて来て、そう、自分で把握しとけやみたいな、すってくるんですよ。面白かった。最初は鳴ってたんですけどね、3皿ぐらいは。途中から鳴らなくなって勝手に無言で来るんですよ。だからそう、面白かった。面白くない？だから自分でちゃんと見てなきゃ、見てちゃんと取らなきゃね、と止まったら。そう、面白かった。届いてるよとか言って、目の前で止まるから、止まったら取らなきゃいけない。なんでだろうね、バグったんだろうね。面白い。でもこんばんは、こんばんは。バグってなんか面白かったです。無言の圧を感じてました。無言で届くから。あと10分です。もう10分もないじゃん。チェキ、もうチェキ終わりですよ。いろいろ登録もあるから10分じゃ厳しいですよ。残りもうラスト、ラスト。こんばんは、こんばんは。居酒屋のロボット、何それ。
でも最近ロボットで来るお店増えたよね。焼肉屋さんとか、某ハンバーグ屋さんとかロボットで来て、ロボットで来る。はい、取れた。あ、そう、ガストの話。ガスト最近行ったんですよ。めっちゃ久しぶりに行ったらロボットが運んできて、そう。でも私焼肉屋で一回体験してたから全然びっくりしない。そう、焼肉キングもロボットなんですよ。取れました、ネイル。はい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 、チェキがアストラストです。ラストです。透明のやつ塗ろうかな。こんばんは。あと7分。サイゼのパスタ大盛りが廃止になりました。へえ、サイゼか。ピンクのリップ、いつもの赤ですよ。パフェがおすすめ。マジ？ガストでパフェ食べたことないや。へえ。あんま行かないんですよね。でも久しぶりに英子さんと行ったんですよ。普通に久しぶりに食べたチーズインハンバーグがめっちゃ美味しかった。なんか同じものをさ、たくさん短期間で食べてたら美味しさを忘れてしまうけど、久しぶりに食べたら美味しかった。ガストチーズインハンバーグ食べました。こんばんは、こんばんは。チーズトロトロです。花山椒行ってないや。確かに愛媛の人間に、確かにあそこの焼きぶる卵飯、確かに食べるのいいね。エビフライとかトッピングしてない。ガストのお高いハンバーグって何？知らない。私はあんまりメニューに悩まない人間なんですよ。だからなんかそんなの調べずに、ガストといえばチーズインハンバーグでしょうと思ってチーズインハンバーグ頼んだ。そんなんあるんだ。何塗ってるのって、透明のやつ。透明は OK なんで、透明のほらトゥルトゥルのやつ塗ってます。メニュー全部決めの見ないですね。もうガストといえば私チーズインハンバーグと思ってるので、チーズインハンバーグでいいやと思ってチーズインハンバーグを頼みました。迷わず。え、テレビで見たんですよ。ガストで一番人気な商品は何ですかっていうやつ、チーズインハンバーグだったよ。だからチーズインハンバーグが間違いないんですよ。そう、間違いない。そう、従業員に聞いた、なんか人気ランキングみたいなのもチーズインハンバーグがすごかったんで人気だから、チーズインハンバーグです。イエス。
よし、左手完成。乾いてから右も塗ります。あと3分だ、次回。もう3分ですよ。もうあれか。でも肩の、なんかハンバーグに見える。ハンバーグ食べたくなってきました。マジ？あら、乾くの早いよ。最近ココイチいつ行った？え、全然行ってない。こんばんは。お外寒い。お外なの？そりゃ寒いよ。なう、ああ、もうあと1分。もう無理だね。でもまだ行けますよ。打つの早けりゃ。1分チャレンジ、チェキ会、みんなみんな、はい、もう無理です。あと10秒ぐらいです。ってことでテロップ消します。もう販売はしておりません。よいしょ。ウェルカムコメント、ウェルカムコメントは削除。よし、ニックネーム登録をね、よろしくお願いします。ニックネーム登録しなかったら名字とかになっちゃうんでね。右手って塗る難しいよね。だって左利きじゃないからさ、むずってなるよね。わかる？わかる？左利きじゃないからさ、むずいよね。名字は困るでしょ？だからニックネームを、ニックネームを、まあ私的には本名の席も嬉しいと思うけど、だって本名ね、自分に書いてもらった感があるじゃん、本名の方が。ひとしさん神、ありがとうございます。感じが面倒。名字の漢字が難しいパターンか。よし、完成。こんばんは、こんばんは。
最強寒波。でも服部さんっているくない？なんかたまに見かけるんだけど。成田空港。へえ。昨日見た映画の影響で空港が。あ、そうそう。そう。ニュース。そう。ニュース見てる。ネイルを乾かしてます。こんばんは、こんばんは。好きさみたい、確かに。そんなに動かしたらムラにならないのって。ならないですよ、ドロドロじゃないので。トゥン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 。はい、そっち。はい、そっち。好きさです。よし、終わり。めっちゃ雪降ってんじゃん。ニュース。全然楽しくないですよ、だってネイル乾かすだけやもん。全然楽しくない。明日も雪か。街でキュンを聞くと雪にかを漏らす。キュン聞く？街で。今日は早めに寝な。もうでも早くないもん。もういい。もう早くないもん。この時間に配信してる時点でもう早くは寝れない。寒いから長風呂したいし今日。配信終わったらみかんジュース買いに行くの。寒くない？雪は？雪の中みかんジュース買いに行くんですか？こんばんは。まあ歩くの楽しいけどね、意外と雪の中で。危ないよ。でも命の雪のみかんジュースを滑りながらこれもみかんジュースのためだ。つるつる夜中にみかんジュース、あーみかんジュース。で道路歩道頑張ってください。あったかいみかんジュース飲んだことないかも。てかあったかいみかん食べたことないや。みかん鍋とかが。みかんジュースのために事故を起こしたらニュースになるからってね。
みかんおにぎり冷たい。そうね、明日は4月ぐらいかな。こんばんは。ひなちゃん、この犬のこと。もし死んだらみかんジュース買おうって言ってたんですって言ってくださいね。それ私がさ原因作ってんじゃん、配信でみかんジュースを宣伝したから。やめてください、そんな。知りませんって言いますね。知りません。あ、犬のことでしょ、ひなちゃんって。見てるもん私も。これニュース23 23 23。めっちゃやばいじゃん、電車のあれが揺れてるよ。大雪じゃん京都、電車のあれが揺れてる。さっさの23って何。誰 23。 ニュースじゃないわ、電車のあれが揺れてる。なんだろう、なんかここは何駅、次駅は何駅、前駅は何駅って書いてるやつ、あれ。そう、駅名表上にぶら下がってる。うん、呼んだって。違います、23歳ふさふさは違います。そう、ここは何駅ですって書いてる看板が揺れてた。めっちゃすごい、鳥取もやばいねこれ。あ、広島じゃあまだマシな方だ。富山に行かないといけない明日。広島はここまで積もってないですよ。北九州も雪だね、めっちゃ。本当だ、広島はここまでは降ってないです。お寿司食べに行けるぐらい。髪の毛凍ってる。面白い、みんなこのニュース見てんの面白いんだけど、私の影響で。今日可愛い、嘘だ。まあ今日はメイクしてるからね、お寿司食べに行くために。あ、前髪伸びたよね、切らなきゃ。まあ明日でいいや。私はこの後お風呂に40分ぐらい浸かりたいと思います。今日も可愛い、ありがとうございます。今日は可愛いって言われたっけ、さっき。目のコンディション、嘘、目いつもと一緒な気にするんですけど、なんか違うかな。マスカラも塗ってない。え、痩せてないですよ。え、そうそうそう、サラピにも言われたんですよね。まあツイートの写真見てなんですけど、昨日ぐらいにサラピになんか痩せたっていう LINE 来て、私痩せたんかなって勘違いして言われたから、ウッキウキで体重計探したんですよ、久しぶりに。体重計もなんか数ヶ月ぐらい乗ってなくて、広島のここの家に体重計どこにあるかわからんくて、ウキウキで体重計を探してさ、こうやって体重計体重計こんな荒れてないですよ。
体重計探して乗ったんですよ。実際に痩せたか加工ですねって、ひどいな。加工だけどさ。そしたら痩せてなかったです、全然。プラマイゼロでも太ってもなかったけどね。太ってはないけど痩せてもない。プラマイゼロです。体重計毎日乗った方がいい？マジ？続くかな？でも分かんないよ、顔は引き締まったかもしれない。最近でも食べる量を減らしてるんですよ。だからかな。そうそう、絞れてるのかもしれない。帰省したけどあんま食べなかったし、ミラトマルシェ以外食べる量をね、多分減らしてます、私最近。だからあ、間食をしてない。間食をしてないです。夜のお菓子とか食べてない。最近実家でいつも夜のお菓子食べるんですけど、先週帰った時は夜のお菓子食べてない。いつも配信終わったらお風呂入って、その後じゃがりこを食べながら YouTube とか見てたんですけど、そこのじゃがりことかを食べてない。お菓子買ってないです最近。完食してないんですよ。リアルな配信終わり。お風呂入って、なんか食べながら YouTube とか見たいじゃないですか。だから基本何かをお供に食べるんですけど、完食はしてないってことですね。お寿司は結構食べた。お寿司は初皿と、あ、初皿だからまあ普通ぐらいか、赤だしと、初皿と赤だしと飲み物ぐらい。まあ少ないですよね。今日私それ一食ですので多分少ない。一日でじゃがりも食べながら YouTube 見てる姿を配信。でも普通ですよ。大学芋皿のうちです。8皿イエス。あと2皿食べたらね、ビッグラポンだったんですけど。沖さんがユキリカおしゃれだから一緒に買い物行きたいって言ってた。マジ？私のことをおしゃれって言ってくれたこと初めて。嬉しい嬉しい。買い物ね、私は沖さんとご飯に行きたいんですよね。ワイルは農家なんてねって。私のことおしゃれとは言って、言ってくれてる。おしゃれって、おしゃれってあんま言われないんだよね私。あのスカート、女の子からおしゃれって言われたことないから嬉しい。それは、あ、そっか、沖さん体絞ってるからご飯はダメなのかな。なっちゃんもっと少ないですよ。なっちゃん5皿1ビッグラポン。行った方がいいですかねって。ワイのセンスにおしゃれって言われては困る。おしゃれか、そうね。
そう、なっちゃんは朝カツを食べたらしくて、なんか食べれないって言ってた。さすが5皿、なっちゃんは5皿プラス茶碗蒸しプラスみかんジュースだったかな。そう、朝カツを食べたみたいで、そうなんですよ。このリップすぐ漏れてくる。こんばんは、こんばんは。朝活サンド、てか朝ごはんを食べるって偉いよね。こんばんは、こんばんは。なんか買いだめしてたらしい、昨日買いだめしてたカツを食べたらしい。買いだめか。カツも買いだめ、カツカツ限定じゃないだろうけど、一日一食ですね。こんばんは、こんばんは。3日分買ったのにもうなくなったみたい。あ、よくご存知で。そうです、買いだめしたらしいです。そしたら朝食べてしまったらしいです。タウン情報読んだよ、ありがとうございます。母からビックラポンの画像送られてきたんだけど、ビックラポン当たってるじゃん。アーニャじゃないですね、ビックラポン。いや、この時間じゃないよ、この時間空いてないから、多分行ってたんだろうね、私がいない時に。ビックラポンしてるんだね。ビックラポン当たってるらしい、画像送ってきた。タウン情報今日届きました。明日早いからおやすみなさい。おやすみ。私も明日早いよ。起きれるかな。まあ起きれるんだけどさ、3日に1回くらい。あ、そうね、3回に1回くらい。そうですね、5回に1回ですね、あれは。あ、5回に1回だったっけな、3回に1回だったっけ。おやすみなさい。そうね、雪を想定して早めに出ないとね。こんばんは、こんばんは。何笑ってるんですか？わらわら。こんばんは、こんばんは。何に笑ってるんですか？そうだよね、バスとかも絶対遅れるもんね、早めに出ないとさ。
バスとか絶対遅れるし。雪の日ってタクシーとかやってるのかな。やってるか。人気そうだな。でも今日バスに乗ったんですけど、バスめっちゃ満員。もう入ってすぐのところに立つぐらいしかできなかった。バス人多すぎて。バスはね、遅れたりするから怖いんだよね。なんか余裕持って行ったのにさ、なんかめっちゃ遅れることあるんですよ、20分とか。だからみたいな。めっちゃ30分ぐらい余裕持って行ったのに20分ぐらい遅れるからギリギリみたいなことあるんですよ。めちゃめちゃ余裕持たないといけなくなっちゃう。こんばんは、こんばんは。そう、最近乗りたかったバス20分30分遅れてる。30分の余裕持ってるの素晴らしい。結構余裕持って出るんですよ。めっちゃ余裕持って出ますよ。で、着いてその辺のコンビニで時間潰すタイプ。すまらん。早めに着きすぎて入りづらかったらその辺のコンビニで時間潰すタイプです。ちょっとまだ早すぎた。さすがです待ち合わせ30分前。でも最近は結構ギリギリを攻めれるようになったんですよ。そう、前まではそんな感じだったけど、結構10分15分前とかを攻めれるようになってきました。友達の遊びとか、なんか友達とかさ、メンバーの ご飯の集合時間ってさ、なんか目安であってきっちり来る方が珍しいから、そう、結構ギリギリを狙えるようになってきました。そういうのはなんか2時集合ねって言ってもさ、2時に10分とかだからさ、2時集合ねっていうのはギリギリを狙っていきます。そう、10分遅刻は当たり前なんです。なんで、こんばんは、こんばんは。そう、早く行き過ぎてもね、暇だからね。寒いし、まあ最近は携帯というものがあるからさ、時間潰せるんだよね、音楽とか。だから全然苦じゃないんです、待つことは。遅れるやつの気が知れない。大学生はそれが普通なんだって。遅れるのが多分大学生は多分普通なんだよ。結構ゆるい。待ち合わせはいつも待ってる方。そうですね。待たされるっていうか、私が待ってるだけですよ。待たされてるっていうか、待ってるんです私が。逆になんか待たれるの好きじゃないんですよね。し、また待ってくれてる友達を探す時間も嫌で、なんかキョロキョロするあの時間。だから私先に行きたいタイプなんです。その、先についてる友達を探すのも嫌だし、なんか待たれるのも確かに嫌だけど、その待ってくれてる友達を探すのもなんか嫌だし、先に行って友達に見つけてもらう方が。待ち合わせしたら5分前に行きます。じゃあ私は15分前に行きますねそれはそうね。こん
ばんは。こんばんは。携帯がなかった時代は探すのが当たり前。だから携帯がなかった時代はさ、ね、もう相手を信用してその場所に行くしかないよね。ギリギリまで連絡ができないから。待ってる時はコンビニで何してるのって。なんでコンビニにいる前提なの。待ってる時は音楽聴いてるか携帯触ってるかですね。まあでもあんまり待ち合わせしないですけど、家からとかなので。駅の伝言板、そんなうまくいくもんなんですかね、駅の伝言板って。私が小学校の時とかは口約束ですよ。土曜日の何時にどこどこみたいな。それで普通にやっていけてたのすごいよなと思いますね。中1中2とかも私携帯持ってなかったから、中1とか友達と遊ぶ時は金曜日に約束して、じゃあ土曜の13時に、そう、土曜の13時、中学校か。おお。そうそう。XYZ？なんだそりゃ。眠のなってきた。おやすみ。おや。友達の家でに遊びの連絡したことあるよ。あるある、全然あるよ。飲み終わったら配信終わりですか。そうです。あとこんぐらいです。松山は大街道とかじゃない。大街道の入り口。あ、声が響く。ロープウェイ街、銀天街、スタバがあるとこ、あのカラオケボーリングのところです。わかるかな、マックがあるところ。マックと本屋とカラオケボーリングがあるところです。1日にさ
そのストレートのさ 100% のみかんジュースを 500ml も飲むことある？絶対これ何日かに分けて飲むやつ。飲みすぎだよね。血液がみかんジュースになっちゃう。そう、これ本当は 2,3 日用なんですよ、コップに入れて。マジで飲みすぎ。ちょっとね、これから気をつけよう。みかん5、6個じゃないでしょ。もっとじゃない？みかんそんな汁出ないよ、多分。糖分はそう、それはそう。何見たらいいんだろう、糖分って。食塩相当量 0.01% 100g あたり。あともうちょっとがきつい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。振り袖に牧場をかけた疑い。何パーセントで出てるの？これは 100% ですよ。無理に飲まなくても、でも これでやめたらさ、なんか次飲もうっていう気にならないじゃないですか。ここまで来たら飲み切って瓶も捨てないと。この中途半端にこんなんで残してしまったら、なんか次飲む気もなかなか起きなくなるし、もうここまで来たら飲んで捨てるのがいいんです。飲み切って。そうなんですよ、もうこんだけだから。こんばんは、こんばんは。乾杯。でもこれってお酒飲んでても分かんないよね。これがさ、みかんのお酒かもしれないじゃん。本当にみかんジュースかどうか分かんないよね。ゆきりくのテンションって分かる？分かんないよ、そんなん。絶対これぐらい。あ、20% だ。20% になっちゃった。ゆきりくの性格大好き。お友達になりたい。なろなろ、友達に。イエーイ。乾杯。20% です。あともうちょっと。
甘くないからさ。充電は 20%。 終わった、終わりです。お腹タプタプ。 500ml 飲んだもん。でーん、そうです、これはジュースです、お酒じゃございません。充電器誘っかな。刺します。いくら。リップが落ちたのでリップを足します。ミキヤさんハートありがとうございます。お金持ち先生キラキラありがとうございます。まあファンタもお酒に見えるもんね。絶対見えるよ。なんかほろ酔いのブドウとかと似てる気する。見える。顔がみかん色になってきた。マジ家辺になってきたかな。あと20分です。3億年前からす、そんなんあるの。ありがとうございます。お酒はね、あんま飲みたくないです。私太りたくないので。太りたくない。なんか20代後半になったら嫌でも太るみたいな、最近見て痩せにくいみたいな、痩せにくくなるみたいな、太ってしまうみたいなのを見てしまってやばいと思って、ちょっと最近は心がけてます。ミキヤさんハートありがとうございます。焼肉は大丈夫そう。本当？本当かな。エリックさん神ありがとうございます。物心ついた時から。え？嘘。20代後半になったら痩せづらいらしいですよ。だから気をつけないと。気をつけてたら大丈夫らしい。僕も太りやすくなるんかなって。大丈夫でしょ。まあ人によるんですね。結局私のお父さんは太ってないですから。人によるんですけども、まあ痩せづらくなるらしいですよ。し太りやすくなるし。こんばんは、こんばんは。僕も太りやすくなるのかな。もう25超えてるでしょ。今の体が結果ですよ。太らない体質が羨ましい。
まあ体質だもんね。太りにくいね、そういう人もいるよ。こんばんは、こんばんは。ひどい、何も言ってないですよ。今の体が結果だよって言ってるだけで、誰も何も言ってないですからね。こんばんは。私の弟も太りにくい体質で、でもなんか男だから体重増やしたいみたいなこと言ってめっちゃ頑張ってたけど、いっぱい食べてた。ジャイアン、私もあだ名ジャイアンの時期あった。まあね、ガタイがいいのはね、太ってると間違います。筋トレはね、あんましてないんですよ。もう散歩は結構するね。歩くの大事。コキンさん、ハートありがとうございます。筋トレって何したらいいんだろう。あれか、腹筋とかってこと。腕立て。こんばんは、こんばんは。あ、誕生日かって、どうやって調べたの。あの、この短時間で解決する、それ。こんばんは、こんばんは。ジャイアンググった。ジム行ったりしないですね。思い出したんか、あの一瞬でジャイアンを分析してググって、ゆきりかとの共通点は何だって調べたんかと思った。あの短時間で共通点なんだ。あ、誕生日だ、誕生日だって。そう、あと半年で誕生日ですよ。まあ半年って長いからね。太らない秘訣は意識することです。完食をしない、食べてすぐ寝ない、歩く。私は食べてすぐ寝ないとか、食べてすぐ寝たら太るから食べてすぐ寝ないと、あと歩く、意識的に。あと私は長風呂をして汗をかいてます。これは意味あるか分かんないですけど、私的な。で、完食をしない。以上。お誕生日おめでとう。まだ早い、6ヶ月もある。違う、あ、6ヶ月もある。まだ早いですよ。こんばんは、こんばんは。でも前の生誕祭から半年しか経ってないんだよ。逆にもう一回さ、その半年繰り返したら誕生日だけど、結構長かったくない？生誕から半年って。お菓子買わないとかね、生誕めっちゃ前に感じるもん。あ、まだ半年なんだって思うし、あと半年後が誕生日やけんさ、もう一回同じ期間を繰り返さんと誕生日来ません。長いです、そう思ったら。こんばんは、こんばんは。あと13分ぐらいですね、今日も。終わりですよ。
月別？あ、月別で6月生まれのって誕生日ってこと？明日は早起き頑張ろうね。まあね、なんだろう、早起き、まあなんかあんま寝れなくて眠くてもその日早く寝れたらいいなって私思う人なので、不定期なんでね、この仕事毎朝早起きじゃないから。明日確かに早いけど、その日の、その日早く寝れたら明日。今日は0時までしちゃったから寝る時間は短いけど、明日帰ってきて早く寝れたらいいなって。疲れて寝れたら。確かに月のイベントね、まあでも公演いっぱいできるしいいじゃん、一人ずつならし。40人ぐらいだっけ今 STU、 36人ぐらいだっけ年間で、だから36回、そんなまあ多くもなく。なんで私はこれから長風呂タイムです。好きな入浴剤を入れて40分とか、長くて1時間ぐらい入ります。そうね、ほぼ毎回生誕祭。でもさ、7月とか生誕祭少ないよね。8月とか今は多いけど、夏らへんは生誕少ないよね。秋ゆずじゃない、バブ。こんばんは、こんばんは。へー、確かにね、6月の誕生日なのに11月に生誕祝われるのは誕生日感じゃないよね。確かにね、それは確かに。だから STU 間に合ってるからさ、なんか最近は当日の生誕祭っていうのも増えてきたし、間に合ってるからまあ OK。口の潤いを出してます。これは柚子の香りです。リップバーム。今私の唇は柚子の香りです。味かな、香りかな、味香りか。柚子好きです。ゆず風呂はまあ入らないですよ、もうゆずの日じゃないので。当時あと8分ぐらい、あと8分。なんか埋まってるんだけどさ、最初より徐々に埋まってってる。こんばんは、こんばんは。毎日お風呂に浸かってるよって。冬はそうですね、寒くない。だってシャワーだけで出るの、出た瞬間寒すぎて出れない、シャワーだけだと。私はだからお湯に浸かって、暑いぐらい出たらちょうどいい。ので私は疲れ派です。
朝かきたいしね。ハンバーグ。冬はさ、シャワーだけで出ようとしたら寒すぎて、ドア開けた瞬間寒すぎて寒すぎて無理です。寒い寒い寒いなるので、いやー、クリマンチューが、寒すぎて寒すぎて。そうなんよね、湯船に浸かった方が暖かいので浸かりたいですね、なるべく。夏はね、全然シャワーで。お風呂上がりのドリンクといえば、お風呂上がりのドリンクといえば、今日はお茶かな。16茶、買いだめしてる16茶。こんばんは、こんばんは。追い炊きできないんですよ。まあ私一人なんでね、入りたいタイミングでお湯入れたらいい話なんで、まあ追い炊きは別にいらないんですけど。明日曇りから雪。新潟雪だるまが風に打たれてる。こんばんは、こんばんは。ハローフロムインドネシア。ハロー。え、新潟見た？さっきの雪だるまが見て、かわいい、かわいいんだけど。雪だるまが風に打たれてる。これはニュース23を見てる人じゃないと分かんない。新潟の雪マークかわいい。打たれてた。そう。ね、動くバージョンもあるんですね、あれ。雪だるまが風に吹かれてた。新潟がやばいんだね。あ、あと5分。ニュース23。私の配信見ながらみんなニュース見てるじゃん、面白い。視聴率が上がってくよ。でも終わっちゃったよ、もう。うん、終わった。みんなニュースと一緒に私の配信見てるからね。終わっちゃった。なんか始まった。でもこれ広島限定か。あと5分で明日です。そうだよ、やばいね。久しぶりに0時超えてお風呂入るかも。そんなことはないか。やるか。ないか。ないわ。昨日入った。レジ超えて。まるでスイーツ。無人自動販売機。無人販売機。大雪情報。ってことで、あと4分ですね。そろそろ壇上を読みます。13位ルイさん、12位ゴーンさん、11位ダイダイさん、10位ロボリンさん、9位理化学研究所さん、8位春夢さん、7位タケルくん、6位ジュリボーさん、5位ミキヤさん、4位服部さん、3位ヤスルパンさん、2位羊さん、1位ヤスベンさん、ありがとうございました。ってことで、配信中にテレビは見ないですねって。配信に 全集中してくれてるの。なぜ可愛いか分かった。なぜですか。その答えは、あと2分。
髪でした？顔じゃなかったか。そっか、多分そうだろうね、髪だろうね、髪が綺麗だからでしょうね、多分髪のコンディション今日いいから多分髪が可愛いか。まあ確かにね、今日も結構髪の毛ちゃんとしたので髪はいいと思うんですけど、伸びたからかな。足？でも面白いね、なんで可愛いか分かったって言った後に髪だって、髪だって。私じゃなかったわ、髪だった。こんばんは、こんばんは。あと1分ぐらい。おやすみなさい、おやすみなさい髪があってよかった。伸び伸びた。おやおや、おやすみなさい。流しませんよ、見えてるからね、全部コメント全部見えてるんだからね、視界には入ってますからね、基本は。たまに流れるけど早かったら。イゴリゴさん神ありがとうございます。ってことで終わります、あと30秒。たまに本当に流れてる時あるんだよね、早かったら。4つぐらいしか一気に見えないからさ、早かったら本当に流れるけど、まあ私が目離してないタイミングだったら基本は見えてます。ってことでおやすみなさい、グッナーイ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。